こんにちは、パッキーのサムヘルマット、マリアマでございます。ストレンジャーシングスやっと見終わりましたんで話していきたいと思います。今回ね、またネタバレガンガン含んでいきますので、ご注意ください。皆さんどうでした？見ましたか？ストレンジャーシングス、皆さんの感想もよければコメントの方でお待ちしております。ちょっと長くなっちゃうんで端折りつつ、1話ごとに話していこうと思います。ストレンジャーシングスね、何が楽しいかっていうと、やっぱ映画のオマージュが多いところと、あと話というか造形というか、スピルバーグとスティーブン・キング、ジョン・カーペンターですかね、まああの辺の感じがもうごちゃ混ぜになって、こう一個の形になっているというのがこう楽しいところだと思ってます。で、今作ね、さらに、まあ、また80年代ホラーの要素が他にも足されましたという感じですね。特にね、僕は、まあ、サムライミの感じが、強くなったんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じでイメージですね。あ、で今回ね、音楽もねすごく良かったですね。相変わらずね、絶妙なシンセの音、すごく気持ちいいです。音楽も聴きどころの一つですね、この作品は。ジョイディビジョンじゃなくてニューオーダーですね。ニューオーダーの感じがあるかなあ。で、そう、表と裏っていうこのワードセンスというか、まあ、英語だとアップサイドダウンっていう、こうね、アップサイドダウンってね、すごい僕は好きな言葉というか、やっぱね、シューゲイザーというか、地覚めりをね連想せざるを得ないんですよ、やっぱりね。地覚めりのデビュー曲が確かね、アップサイドダウンなんですよ。で、さらに、地覚めりが、所属してたレーベルですね、マイブラとかね、後にオアシスとかね輩出しますけど、クリエーションですね、あのドキュメント映画のタイトルもアップサイドダウンなんですよ。もうこのアップサイドダウンという言葉にやられちゃってるんですよ、もう僕は。もう言いざるを得ないんですよ。はい、というのと、まああと何といってもね、キュアじゃないですかね。キュアの世界観をこう具現化したみたいなノリな気がしてますね、なんか。はい、1話あたり、40億ぐらいの、お金がかかってるということなんで、もうルックがね、もういきなりかなり違いましたね。すごいリッチな、豪華な感じ、お金かかってんなーっていうルックがもういきなりしましたね。あとね、ものすごい、もうびっくり、ウィルがもうびっくりするぐらい大人になってたと、まあ、マイクもそうなんですけど、もうみんなすごい大人になってましたね。びっくりしました。1話の冒頭ね、なんだろう、回想シーンからいきなり始まったと思うんですけど、そういうね始まり方もそうなんですけど、なぜ裏側の世界ができたのかっていうのを、シーズン4で語っていくというね、宣言というかね、まあ、そういうのがもう冒頭でありましたという感じでしたね。多分脚本の段階から決まってんのかなっていう感じがするんですけど、登場人物がこう車で止まって降りてくると、そうなると別の登場人物がこう横切ってそっちにカメラがついてくみたいな、なんか人物の視点のまたぎみたいなものが多いと。あと類似のモンタージュってやつですね。誰かが何かを投げたと、投げてると、そしたらその投げてる動作に似たこの動き、この動きに似たような動きを次のカットの次のシーンの頭ですね、やっててこううまいことつながると、編集の気持ちよさみたいなものがかなり増してますね。今回ね、場面がねすごい増えたと。ホーキンスがあって、ウィルたち、ウィルとマイクがあって、イレブンたちがあって、で大人チームかな、お兄ちゃん姉ちゃんチームも分かれてたりするんで、最大5シーン、5つの場面があると。これ多分今までで一番場面が分かれてるのが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、そういうのがあるんで、なんでしょう、類似のモンタージュだったり、そのシーンのまたぎのつなぎの部分ですね、それを意識してると、かなり意識してる気がしてますね。はい、その登場人物がねすごい増えましたね。いきなり1話でねかなり増えた気がしました。エリーとかね、1話の登場人物がすごい多かったっすね。第1話ねすごい増えたから、あれどうしようと思ってめちゃめちゃみんな覚えようとしたんですけど、そんなに覚える必要なかったっていうね。エリーとバスケ部のキャプテンぐらいかな、多分そんぐらいだけ新しい人は覚えた。あとあれアーガイルか、なんだっけ、ダイナソージュニアのマッシスみたいな人ですね。アーガイル、そんぐらいかな、そんぐらい覚えとけば意外と良かったっていうねところ。ナンシーとジョナサンのね掛け合いですね、あそこがすごい気持ちよかった。編集、それぞれの、愚痴みたいなところをね
言うと、ドラマならでは3シーズンね見てきた登場人物、まあ、付き合ってんのも分かってて、こう掛け合いが見れると、あれは面白かったですね。あの、なんだろう、すごい遠い場所にいるんだけど、こう結構近い距離に見えるみたいな編集という感じがしましたね。まあ、なんといっても、ダンジョン&ドラゴンと、バスケの試合をね、カットバックして見せていくと、あのシーンはね、もう上がりますよね。さすが、すごくうまい、ね、なんだろうね、あそこはもうお見事としか言いようがないというか、まあ、すごく上手ですね、はい。で、あの1話の最後ね、マックスの家のカットになるんですけど、そっからね、ハンディになるんですね、カメラがね、はい、もうかなり不安感を煽るハンディですね。で、エディの家ですね、行きますと、エディの家のカットになります。いやー、ここね、ビビりましたね。ここまでやるんだって思いましたね。すごい、もうホラー描写、だってか今シーズンね、あのやりすぎ、かなりやりすぎな描写ですね。これ R ついてんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、かなり攻めた描写ですね。もう浮いてバキバキっつってなると、サムライミっぽさもうありながら、まあエクソシストですよね、はい、そういう、そのまたホラー映画のねオマージュですね。はい、2話目ですね。ホッパーですね。ホッパー生きてましたと、あ、おめでとうございますという感じです。はい、ロビンとスティーブが、レンタルビデオショップでバイトしてますと。あ、ここもね、あのオマージュ入れやすくてね、いいんじゃないですかね。ロビンの後ろにキャプテンスーパーマーケットのあのパネルがあったりとか、すごい楽しいですね、あそこね。で、L がね、かなりまたいじめられてますと。スケートリンクか、2話はチョコのシェイクかけられてね、もう最悪ですね。もうキャリーですね、ほぼもうキャリーになっちゃうか、もう切れんじゃねえかと、すごいヒヤヒヤしながら見てましたけど、 L 周りの描写ね、かなりきついですね。もうずっと今シーズンずっときついですね、 L 周りはね。その後の展開もそうですけど、かなりハードなね内容でしたね、 L のシーンは。あと2話で言うとね、あのレンタルショップのね顧客リストから、エディの隠れ家かな、あれを見つけ出すと、すごい、あれ気持ちよかったですね、かなりね。完全に法に触れてるけど、ナンシーの助手ね、森の中に誘われるシーンですね。あそこね、シャマランのハプニングみたいな感じですね。風がふわーって、これでホラー演出をしていくっていうね、かなり難しいことをしてます。はい、で、古時計ですね。古時計が出てきますと。古時計が怖い。古時計で暗喩というか、ホラーで見せる。これ怖いっすね。あの、僕の実家にもね、古時計あるんですよ。ほぼあの感じのね。1時間ごとにね、鳴るんですよ。コーンつって。すげえ怖かった。パソコン使ってると、鳴るんですよね。古時計。夜中の2時、3時とか鳴るとね、結構怖いっすよ。びっくりしますから。はい。すごい、その感覚をちょっと思い出しました。3話で、ここでベクナですね、選んでる描写ですね、獲物を、ネガティブな感情というかトラウマを可視化して、すごい誰にするか選んでると、それが見えるっていうところですね。なるほど、そうやって選んでるんだと。で、前の所長出てきますね、研究所の所長が出てきました。はい、あの人なんかすげえ単純にいい人だと思ってたらね、頭の切れる所長だったというのがここで分かりましたね。登場人物をこううまいこと使いますよね、毎回ね。特に今シーズンはすごい思いましたね。うまいこと設定を活かしながらもう付け足してもう一回再利用していくというのがありますね。はい、で、最後の方のあのダイナーでエルと2人で話してるシーンね、ここすごい気持ちいい編集ですね。すげえ良かった。あのダークナイトのあの最後のあのモノローグの感じがしますね。所長の話に合わせながらこう別の場面のカットが出てくる。ここはやっぱりこうテンション上がっちゃいますね、やっぱね。はい、すごい、ここいいシーンだったと思います。はい、で、運命の4話来ました。はい、マックスがやばいと、死ぬんじゃねえかと、ロビンの、超長ゼリフがありましたと。はい、長ゼリフ大演説がありまして、ベクターに会いに行きます。ベクター、はい、ここのベクターに会いに行くシーン、ここね、羊たちの沈黙でしたね、完全にね。すごい来たーってなりましたね。めちゃめちゃテンション上がりました、ここで。出てきたのがフレディでしたね。エルム街の悪夢のベクターがフレディ、フレディが、ベクターの役ですね、やっておりました。はい。あ、で、ユーリか。ユーリ出てきましたね、ユーリ。お調子者だと。もう大丈夫か、こいつと思ったら、やっぱね、大丈夫じゃなかったですね。あー、やられましたね。あそこやられたな、マジで。ホッパーがね、ロシア抜け出して、で、もう帰るもんだと。もう合流するもんだと思ってたんですけど、いや、まだやるぞと。
いう感じですね。今シーズンというか前半のね7話まではもう合流もさせないというか、もうあそこまで7話から戦いの準備をさせるみたいなイメージかなという感じですかね。あ、でマイクとウィルの家にね軍が来ますと。あそこうまかったですね、ワンカットすごいうまい見せ方で、かなりハンディでブレブレにさせながら緊張感マシマシで撮る銃撃戦、ここすごく良かったですね。ワンカットで声の前なかったですから、ワンカットで行きますみたいな絵ね、こういうね映像で見せる絵的な演出がかなり増えた、アクションとして楽しいシーンでございました。で4話ラストのあのマックス周りのシーンですね、ここはまたすごい、はい、すごいです。これはかなりでかいトラウマ抱えてたと思うんですけど、マックス序盤ねヘッドホンずっとしてたんですよ。だそのヘッドホンのおかげで結構順番後回しになってたのかなって気が若干しないでもないですけど、回想のカットバックですね、あそこやばかった、あの走って出ていく瞬間ね、てかあそこの対砲なんすかあそこなんですか、あの対砲意味わからん、あんな対砲見たことない、すげえビビりますね。音楽もありながら、走る、走るって描写ですよ、走るってもうすごい原始的なアクションですよね、人間にとっても映画にとってもかなり原始的なアクションだと思ってるんですけど、すごいもう単純に走ってるっていうだけでかなり上がるのに、それにカットバックを追加してもうエモでしかないと、感情の高ぶりをもうブンブンに見せる、存分にもうそれでしかない、もうという感じがしました。はい、じゃあ5話です。5話ね、地下基地ですね、 L、 はい、地下基地に行きます。でね、地下基地がねまた青いですね、ルックがかなり青い、かなりこう冷たいというかちょっと怖いというか、うん、無機質というかそういう印象を持ちますね、青いルックだとね。もう L はもうほぼそういう青いルックが多いですね、はい、研究所のシーンとあの地下基地のシーンが基本になってくるんで、やっぱ青くなりがちというか緊張感高まる感じがずっとしましたね。でそう、ルックって普通なんでしょうね、ドラマっていうか映画全体として統一するもんだと思うんですけど、今回はねルックもかなりその演出の一部としてかなり機能してたなと思ってます。シーン場面によってかなりね、色を変えてますね。L だとかなり青いと、まあロシアはね青いというかね色がかなり少ない、はい、かなり色を減らしてますね。マイクたちね、あそこはかなりその黄色、あったかみがある色ですね。まあ土地柄もあるんでしょうけど、でホーキンスもね、まあ、夜のシーンが結構多いからかな、まあ色割と少なめかな、そんな気がしてますね。はい、演出の一部としてかなりルックは機能してたかなという印象でございます。あのすいません、俺このねボリューム1として1個だけ気になっちゃったのがね、マックスの前髪繋がってないとこなんですよね。あの幽霊屋敷行きますね、ベクター家廃墟に行きますと、でいろいろ探ってるんですけど、ルーカスとマックス2人だけになるシーンがあるんですけど、会話しててこうカットバックしてくるんですけど、そこだけちょっとねマックスの前髪がこう耳にかかってたり垂れてたりね、ここだけちょっと気になっちゃいましたね。はい、まあそんな話上ね関係ないじゃないんで、まあちょっと気になるなぐらいだったんで全然いいんですけど、はいはい、じゃあ6話いきます。6話ね、5話の最後にバスケ部の友達がね死ぬんですけど、キャプテン見てたんですけどこれで5回解けるかなと思ってたんですけど、まあ真逆でしたね、最悪の状態ですね、どうしようねこれ和解する方法はあるのかな。はい、で6話でねこの辺りで急にあの1ですね、最初の超能力者の存在が明かされ始めるというか、そういう人がいるよみたいなあの振りが始まります。この辺りからロシアのあの最後の晩餐のシーンで、あそこでゆっくり寄ってくホッパーのワンカットね、ここを見事でしたね。はい、多分クレーンかな、クレーンでこうゆっくりものすごく丁寧に寄ってくワンカットですね、ここすごく良かったと思います。あ、見事な撮影だったと思います。ちょっとキューブリックっぽい感じもね感じるんですね。なんか特にあの L の研究施設ですね、ホーキンス、あそこで特に感じますね。すごくやたら白くて人がちょっと無機質というか、あんま感情がなさそうだからかな、すごくキューブリックの感覚がうかがえるシーンというか、そんな感じがしてます。はい、L のあの階層で施設内でもカーストがあったと、
いうのが分かりますね。あ、その暗示だったんだって思いましたね。あの冒頭1話2話ぐらいの、いじめというか、あのカーストのシーンですね。あそこも完全にこの最後の方の暗喩になってたっていう気がしてます。もうだからエルはもうずっとカーストに悩まされてるというか、あのもう本当に孤独だったというところがすごく強調されてます今回。なんでよりこのマイクたちがいかにエルにとってもう大事な存在だったかっていうのが言わずともわかるようになってる演出というか構成になってましたね。であのダスティンとエディのあのなんだっけスカルロックの掛け合いですね。あそこの掛け合いすごく楽しかったです。あのロード・オブ・ザ・リングのオマージュというか、まあこの言い回しですね、あそこがすごい楽しかったですね。はい、あもうワクワクしちゃいます、ああいうの出されると。はい、裏側落っこっちゃいますとスティーブ大丈夫かってとこで終わりました。はい、で7話ですね。もう7話も、もう1話と7話話すこと多すぎね。このシリーズを終わらせにかかってますね、かなり。6話の続きで、こう、俯瞰のショットだったんですけど、ナンシーとか出てくるあたりね、あそこからはワンカットになりますと。はい、あそこ気持ちいいですね。あの、チーム感、アベンジャーズ1作目のクライマックスみたいな、あの感じがあるワンカットでしたね。はい、チーム感がすごい出てました。いいカットだと思います。エディがあのオジーですね、オジーオズボーンの話してたと思うんですけど、コウモリ食ったっていう、あれマジですからね。はい、本当に昔から言われてる話なんで、まさかあのオジーの話してくるとはね。確かにメタラーっぽいから、エディがね、かなりまさか音楽ネタまでぶっ込んでくるとはね。キャラ造形いいですね。裏側の世界の時間が、1979年かなで止まってますというのが分かります。でこの辺からね、いきなり裏側の詳細設定をねめちゃめちゃ詰め込んできますね。であとウィルがどうやってあのメッセージを送ってたのかっていうのもここで分かりましたね。シーズン1の時、あの光をちょっとこの粉みたいなのを触って、メッセージを送ると。お久しぶりのデモゴルゴンも出てきました。はい、エグさ増してたな、かなり頭食ってで、食った後の頭も見しちゃってたからね、かなりエグさましてた。もうこの作品気合十分な、描写でございました。でやっと会えましたね、ジョイスと。こう横で追っててこうなりますね。で途中から急にスローになります。セリフあったのにスローになります。スローになってこうジョイスが映ると、でこのままこう動いて抱き合う。シーズン4で初めて笑うホッパーですね。ここは泣きどころです。ホッパーはやっぱ笑っててほしいですね。いや、よかったです。ここ、まず一つ解決しました。あのロシア兵だらけの場所をどうやって脱出するんだっていうのはあるんですけど。まあまあ、ちょっと楽しみにしておきましょう。はい。エルがね、あの研究所の兄ちゃんをチップ取っちゃうと。まさかなと思ってたら、まさかのワンでしたね。はい。ワンだし、ベクナだったと。いや、怖ーっていうね。すごーってなりましてね。やっぱ話の構成すごいっすね。ちょっと意味がわからんですね。面白すぎます、本当に。自分語りをします、ワンが。まあ、ここのご都合はちょっと一旦置いといて。ナンシーがこう、うまいこと、こう絡んできますね。ついてくれますと、ベクナに。はい。ここ、うわ、そうだったわって思いました。あ、いたわ、もう一人トラウマ持ってる子。こう、だからうまいですね。今までのシーズンのあったことを再利用していますね。ベクナの喋りと、研究所のお兄さんの喋りが、こう、交互に、進んでいくと。うまいこと絡んでくると。で、絵も、どっちの絵も使いながら、こう、絡んできますね。もうすごいぐちゃぐちゃになってきます、頭が。はい。すごい。ここめちゃめちゃうまいですね。両方の話を進めていくことによって、一本の話になってる。すごくうまいです。一世一代の超能力バトル来ます。もう、スキャナーズばりの、もうスキャナーズを超アップデートしたらこうなるんじゃねえか、みたいな。超能力バトル来ました。ワンからはね、憎しみの記憶ですね。こう連想することによって、こう強さ、力が増すというね、風に教えられてたんで、ちょっと思い出してやるんですけど、まあ勝てませんと。ここで生まれる瞬間の記憶っていうんですかね。はい。が出ますね。これがもう完全に、あの2001年宇宙の旅の、あのワープシーンみたいなね。あの感じがちょっとしました。で、あの2001年宇宙の旅バリの演出があって、愛してるわと言われると、はい、もうここでもうサブカルチューがすごい強い、作品だったと思うんですけど、ストレンジャーシングスね。なんですけど、ここで超王道のメッセージが入りましたね。もう憎しみよりも愛の力の方が強いというね、超王道なメッセージ。これは
うわーってなりましてね、ここで王道を来られると捕まれますね。ワンをぶっ倒します。はい、これで裏側ができちゃうわけなんですけど、はい、憎しみでできた存在ワンですね。ワンによってできた世界だから、こうなんでしょう、憎しみというかネガティブなもの、感情がこう渦巻いてた、すごい暴力的なネガティブな世界になってたんじゃないかなと思ってます。まあだからあそこがワンじゃなかったら、もうちょっと違う裏側の世界になってたんじゃないかなっていう気はしてますね。ボリューム1とボリューム2ね、なんで分けられたのかなと思ってたんですけど、このシーンってもしかしてシーズン1でなかったっけってすげえ思うシーンが結構ちょいちょいあったから、この見直す時間を作るために開けたのかなと思いましたね。あと残り2話もねやろうかなと思ってます。はい、とりあえずストレンジャーシングス見終わったんで、楽しみにしてたザ・ボーイズ追っていきたいなと思ってます。皆さんの感想もね、良ければコメントの方でいただけますと幸いでございます。高評価、チャンネル登録もね、良ければお願いいたします。それではまたお願いします。